じめまして、国立遺伝学研究所生命情報 DDBJ センター、キュレーターの青野と申します。今後以降所属の名前を DDBJ センターと省略させていただきます。私はデータの登録の査定とですね、データベースを構築する作業をしているんですが、そのデータの査定とともに、この特許庁のデータを担当しておりまして、特許庁の審査官と一緒に、仕事をしております。でこの中にいらっしゃる方でデータ登録をされていることがあるかもしれないんですが、もしかしたら私がそのデータの査定を担当させていただいているかもしれません。本日はですね、ゲノム時代の生命情報 DDBJ センターが果たしてきた役割についてご紹介いたします。本日の講演内容なんですが、 DDBJ センターの概要、そして塩基配列データベースの紹介、このアノテーションといわれるものを付与した配列や、このアセンブルというこの最近 の次世代シーケンサー等が出てきて、配列をどんどん組み上げていく配列ですね、というようなデータが格納されている塩基配列データベースの紹介、そして新しいシーケンサーが出てきたことによってどんどんこのデータベースが拡充されていきます。その拡充されたデータベースの紹介をさせていただきます。で最後は国立遺伝学研究所のスーパーコンピューターシステムの紹介をさせていただきます。まず DDBJ センターの概要です。DDBJ センターというのは DNA データバンクジャパン、DDBJ というデータベースを運用しております。で場所はですね、静岡県の三島市にございまして、東京から、新幹線で1時間ぐらいの、ところなんですが、国立遺伝学研究所、これ全県になりますに設置されておりまして、建物としてはこの赤い矢印のところですね、この建物、こちらがアップした図なんですが、こちらの建物の2階で、運営されております。で DDBJ が、運営が始まってからですね、1987年より運営されていて、今年で32年になります。でこの DDBJ が公開しているデータをですね、一つにまとめたデータっていうのを3ヶ月ごとに公開しています。でそのデータをリリースデータというのですが、そのリリースデータの1が初めて公開されたのが1987年になります。でこれからそれから32年間変わらずにこの DDBJ というのはデータベースの運営というのを行っております。で、この DDBJ のですね、 DDBJ センターのトップページというのはこちらになっておりまして、こちらのトップページからですね、データの検索やデータの登録、そしてスパコンのですね、スーパーコンピュータシステムのこの利用申請などを行っていただくことができます。そして、この DDBJ センターというのはですね、この欧州の ENA EBI、これはイギリスにあるんですが、の、機関、そして米国の ジェンバンク NCBI とともにですね、国際塩基配列データベース、データベースコラボレーションという INSDC というこのコラボレーションをして、データベースの国際塩基配列データベースを運用しております。でこの国際協力としてですね、各データバンクから公開されたデータを取り込んで、それで、この DDBJ から公開するという、その同じことを各バンクで行っています。ですので DDBJ に、登録していただいたデータは NCBI からも公開されますし、 EBI からも公開されるようになります。このような国際塩基配列データベースの運営事業というのを行っていまして、そして、この毎年持ち回りでですね、各データバンク この実務者が集まって、米国、イギリス、そして日本で、毎年ですね、1回持ち回りでですね、その国際実務者会議というのを行っています。でその国際実務者会議ではですね、その配列データについてどのような記述をしていくのか、そしてその配列に対してどのようなこの新しいシーケンサーとかですね、技術が出てきて、それをどのようにこう運営していくのかっていう実務的な話し合いが行われて、この3つのデータバンクで協調して、このデータデータベースデータバンクっていうのを運営しております。でこれがですね、INSDC で運用されるデータベースで、3局で協調してですね、これ各データバンクのこれ名称になってるんですけども、この運用のデータベースの一覧になります。
で、この赤枠で記載されている部分がですね、DDBJ とかで INSDC が始まった時のデータベースです。そしてこちら側の右側の、緑で示している部分、これがですね、新型シーケンサーが出現したことによって、それ今までのデータベースでは格納することができなくなって、新しいデータベースを運用する必要が出てきました。そのために次々とこのデータベースを新しく増やしてきています。で、このような、このデータベースの拡充につきましても、この3つのデータバンクで先ほど言った国際実務者会議で話し合いが行われて、そして、協調してそのデータを受け入れるような活動をしております。で、本日はですね、この赤色の部分とこの NGS スタディサンプルと言われている部分、そしてここの部分ですね、JGA って言われている部分なんですが、ゲノム&フェノタイプというこの4つのデータベースについてご紹介いたします。で、今この新しい技術が出てくることによって、データバンクは新しいデータベースを入れてどんどん格納してくる、拡充しているというお話をいたしました。で、もう一つですね、別のところでですね、特許庁との INSDC は連携をしています。で、どういうことをやっているかというと、各特許庁からですね、特許出願された配列を受け取って、それを INSDC で公開をするという作業を行っています。で、DDBJ はですね、各特許庁とデータバンクでその受け入れ のデータバンクが決まっていまして、DDBJ は日本特許庁、そして、韓国の特許庁ですね、そしてアメリカの場合ですね、特許商標庁っていうんですけども、USPTO については NCBI、そして欧州特許庁については ENA、EBI の方で、配列をデータ受け入れて、公開を行っています。で、この活動はですね、この連携はですね、1997年からですね、INSDC の枠組みで塩基配列データの公開っていうのを行っております。で、この特許出願の配列自体はですね、この出願の配列がどうしてこの INSDC で公開するかということなんですが、この各特許庁はですね、その配列データを公開するというポートを口を持っていないんですね。で、その口を担っているのが私ども INSDC なんです。で、科学知見に基づくこの研究データ、そして、特許出願された配列データを一緒に検索することができるんですね。で、知財の分野では先行技術調査というのが行われておりまして、すでに分かっている技術やその出願されているものっていうのは、それは特許として出願することができないです。そのために一緒にこの検索をすることができるというのが、一緒に検索をすることができるようにこの INSDC というのはサービスを提供しております。そして先ほど申し上げた97年から INSDC の枠組みで塩基配列データの公開を行っていると言ったんですが、この特許出願した配列自体はですね、塩基配列とアミノ酸配列データというのがございます。で、私どもは塩基配列データですので、この塩基配列については先ほど申し上げたデータを取り込んで公開をするという、各データバンクで公開をするということをやっているんですが、アミノ酸に関しては各データバンクでのみの公開になっております。そして、JPO 日本特許庁、そして、USPTO アメリカの特許庁と EPO は97年の枠組みから始まっておりまして、そして KIPO 韓国の特許庁については2007年からの運用となっております。で、このように、この科学研究に基づく配列データと知財に基づく配列データをユーザーに提供することで、この知財分野についてもINSDC は貢献をしております。で、次にですね、この塩基配列データベースの紹介にさせていただきます。で、こちらにアノテーションって先ほど申し上げましたが、アノテーションというのはですね、この配列上のこの配列の機能、それを分析された注釈されたデータ、そして、配列をアセンブルというのは短い配列をこの組み上げて長い配列にしたデータを格納するデータベース。先ほどの赤色の枠組みの中ですね、のデータベースについてご紹介いたします。で、まず、こちらですね、こちらの部分ですね
これは次世代シーケンサーから出力された配列データ、そしてそれを1本の配列にこう組み上げていくこの図になるんですが、今回紹介する部分はですね、その組み上げられたここの部分ですね、のデータ、ホールゲノムショットガンという WGS のデータとについて、そしてハイスループットゲノムといわれる HTG のこのデータについてご紹介をさせていただきます。でこの配列データをなぜ登録しなければならないのかというお話をしたいんですけれども、この配列データに基づく知見をこの論文に発表するためには、配列データを登録、私ども INSDC の方に登録して発行されるアクセション番号というのが必要になります。でそのアクセション番号というのはこのようなこちらに記載しているようなアクセション番号で、先頭がアルファベットであって、数字これは AB の123456と数字が6桁なんですけど、でデータの種類によってですね、4桁になって、アルファベットが4桁になって、数字が8桁から10桁の数字になるような、それぞれデータの種類ごとによってアクセション番号のフォーマットが変わってくるんですが、このような番号を発行することになります。でこのアクセション番号を発行することができるのが、先ほど申し上げた DDBJ、NCBI、EBI の3つの機関のみで発行することができます。そしてそのアクセション番号というのは配列の固有の番号となっておりますので、その配列の番号を見ていただくことで、そのデータ、その配列内容というのを参照していただくことができるようになっております。でデータの登録について、そのアクセション番号を発行していただくためには、まずこのデータを登録していただく必要があるんですが、こちら DDBJ の先ほど示しましたトップページからですね、入っていただくと、サブミッションポータルというところがございます。その中で、2つ登録のポートを用意しております。ウェブフォームによるこの延期配列の登録システムという NSS という登録、こちらはですね、数十件から数百件程度のですね、この配列、小規模な配列向けに開設されており、作っております。一つ一つこのウェブフォームでですね、この配列情報を登録していただくことで、データの登録が完了いたします。そして、NSS ですね、この上の方で対応していないこの長大な配列、この何百万とかってある配列とかですね、それからゲノム級でいくと数千というこのアノテーションと言われる部分ですね、が機能的な注釈が非常にこうつく、非常にこう手で入れていくのが大変な作業になるようなデータについては、MSS というマスサービションシステムというポートを用意しております。口を用意しております。で現在私はこちらの MSS のデータの登録の方も担当しておりますので、もしこちらご登録いただくことがあったら私が対応するかもしれません。そしてこちらでデータの登録をしていただいた後に、私どもではデータの内容の査定というのを行います。そしてそのデータの内容にもしこう疑問点があれば、その登録された方に直接問い合わせをして、そしてそのデータの決まったフォーマットにして、そして決まったフォーマットにして登録を完結いたします。そして完結したデータについては、先ほど申し上げたアクセション番号というのを登録された方に発行するようになります。で実際のデータがどのように公開されているかという例をお示ししたいんですが、これが DDBJ の公開形式のデータとなります。こちらが配列とともにこの一件一件このような形で公開されるようになっておりまして、実際のこの内容がこのような情報になっております。この一番下にですね、配列情報が記載されていまして、その配列がどのような配列であるのかっていうのを、ディフィニッションというところで要約情報として記述されます。ですので、こういう私どもの INSDC のデータをご覧になるときは、こちらを一番最初に見ていただきたいです。でそこでこのディフィニッションを見ていただくことで、その配列の内容の要約情報、どういう状況で情報、配列データであるのかっていうのを把握することができます。そしてその配列に関してのこの生物情報、そしてどのような人が登録されたのかという登録者情報、そして論文情報というのがこちらに記述されます。
そしてアノテーション情報というのがその子に記載されます。先ほど何度もこのアノテーションというお話をしているんですが、実際にこのアノテーションというのは何なのかというのをここでご説明させていただきます。これには、フィーチャーといわれるこのロケーションを伴うこのフィーチャー情報というのとですね、そのフィーチャーの中にですね、このクオリファイヤースラッシュで記述されるんですが、クオリファイヤーという2つの組み合わせで記述されます。で必ずこの各データにはソースフィーチャーというのを必ず一つは持つことになります。そしてCDS っていうこれはタンパク質をコードするフィーチャーになるんですが、ロケーションで86から450というところまでタンパク質をコードする領域であるよという情報になります。でゲノムクラスになるとこれが数千という情報がつくようになるんですね。で非常にこういうデータが増えてきておりまして、これをちょっと少しずつこのどういうふうに見るかというお話をしたいんですが、まずソース情報ですね。これはこちらから見ていただくと分かる通り人のデータです。ホモサピエンス、人のデータです。そしてクロモソームと書いてあるので、この12番染色体です。でこれがクローン GT の20015というのでクローンライブラリーラムダ GT11 ヒューマンリバー CDNA のクローンライブラリを使っているということになります。そしてティッシュタイプではですね、この肝臓由来の配列であるよ、そしてこれがメッセンジャー RNA の配列である、そしてマップというところではこれは染色体上の材を示していまして、この遺伝子この配列っていうのは、この12番染色体のこの X の形した上側の腕の遺伝子ですね、それの、P の13と言われる部分、つまりこれはセントロメアの近傍のところ1の領域の中の3番目の領域に在しているこの配列であるよという情報を読み解くことができます。そして CDS ではこれはタンパク質をコードする領域だというお話をしましたが、その回86のスタートコドンから始まって、これ鍵括弧がついているんですが、これはストップコドンがないよということを意味しています。こちらですね、鍵括弧、これはですね部分配列であるよという情報を示すことになっています。その場合はこちら配列末端側ですね、こちらがストップコドンがないよという場合にこの鍵括弧ここが示されます。そしてこの遺伝子名で GAPD という遺伝子であって、そしてタンパク質名ですね、これがデヒドロゲナーゼの GAPD のデヒドロゲナーゼのプロダクト名であるよ、プロダクトであるよ、これをコードしている CDS であるよという情報がここに記述されます。ですのでこういうデータというか私どものデータを見ていただく場合はこのアノテーション情報を見ていただくことで、その配列上のどこにどういう機能があるのかというのを把握していただくことができます。そしてこういう記述を私どもは一つ一つ丁寧に査定をして、そしてこういう形にしてアクセッション番号を発行しております。で先ほど示したアクセッション番号というのはここのローカスとかですねアクセッションというところに記述されます。で次にですねゲノムプロジェクトの例をご紹介させていただきます。このハイスループットゲノムというのはヒトゲノムの時代に始まったんですけども、このヒトゲノムプロジェクトというのは1990年に開始されまして、2003年に完成版が公開されました。でそこに至る過程でですね、このある配列というヒトゲノム上でこのランドマークとなるところを決めていって、そこでそのランドマークとなっているところをどんどんつなぎ合わせて、そして1本の配列にまで進めていこうというのがこの HTG の考え方です。ですのでここでフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3となっているんですが、これはどんどんデータを更新していって1本の長い配列に持ち込むから方法を取ったからなんですね。そしてコンという長い配列でフィニッシュドという新しいその1本の長い配列まで持ち込みます。でなぜ、そのようなことをやったかというとですね、このヒトゲノムプロジェクトに関わった研究チーム、日本からは理化学研究所 と、慶応大学なんですけどが参加しているんですが、バミューダ条約というのがございました。
バミューダ原則ですね、すみません。バミューダ原則というのがございました。それはその決めた新しいその研究機関で決まったその配列データを24時間以内に遅滞なく公共データバンクに登録しなければならないという原則です。でなぜそのような考え方に基づいたかというとですね、この人の配列自体はその人類の共有財産である。そのためにこの遅滞なくこの公共データバンクに公開して、そしてそれを人類の財産としてみんなに知ってもらう、そして利用してもらう必要があるという考え方に基づいて、このようなプロジェクトの手続きが手順が取られました。でですので最初はこのクローンバイクローンという方法なんですけども、一つのクローンを決めて、そして方向も分からずに登録を行います。そして、先ほど言ったランドマークという部分を決めて、そこの部分で配列をどんどん更新をしていって、そして長い配列に持ち込むという手法ですね。で実際にこれ私がデータの登録 の更新の方を担当していたんですけども、非常にこの毎週来るような段階で非常に多くのデータの更新というのが発生しておりました。でこのヒトゲノムというのはが終わった後にですね、このライスゲノムプロジェクトというのが始まっております。このライスゲノムプロジェクトというのは2004年にですね、国際イネゲノム解読チームですか、プロジェクトによって開始されまして、日本のお米の日本バレという品種のゲノムが決定されました。12本の染色体のゲノムが決定されたんですね。でこちらもですね HTG の同じような手法が取られましてですね、そして、その後にゲノムが決まった後にですね、世界中の科学者が集まって、大体50人か60人ぐらいだったんですが、日本に集まりまして、米国とか中国や、韓国、そしてタイとかですね、そのプロジェクトチームの人たちが集まって、そのイネゲノムの中でどういう機能を持っているのかという注釈付けをする会議を開いたんですね。で私もこれに参加してるんですけども、 DDBJ からも参加してるんですが、そういうアノテーション会議というのが開催されました。大体1週間程度だったと思うんですが、筑波で開催されまして、そして、その成果というのが論文として発表されております。というように、こういう人でこのゲノムプロジェクトが始まった時代はですね、この非常にこの人手で目視でチェックをして、丁寧に解析を行って、そして、そのゲノムレベルでのアノテーションといわれるものを、分析していった時代です。で次がですね、ホールゲノムショットガンですね。これこの手法はですね、ゲノム全長の全体ですねを物理的に断片し、このシーケンサーでこの塩基配列を決定した後に、このプログラムを用いてアッセンブルさせる方法なんですね。でどういう方法かというとですね、端の方の配列を見るんですね。で端と端が一緒になれば、それはつなげることができるだろうという考え方に基づいて、これはヒトゲノムプロジェクトが始まった時代にセレラ社が提案した方法です。これをやることによってですね、非常にこの高速にヒトゲノム配列を組み上げていくことができるようになったんですね。ただこれ問題点がありまして、非常にこの総当たりというかですね、その断片をこう組み合わせて同じかどうかをチェックしなければいけないので、すごくマシンパワーが必要なんですね。ですので、そういう大規模なその配列をこう組み上げていくためには、マシンパワーっていうのが非常に多く必要となっております。で、この最近はですね、このようにつなげていってフィニッシュドまで持ち込むっていう手法がですね、だいぶ増えてきているんですね。でこれはですね、次世代シーケンサーが出現したことによって、配列が簡単に何十万何百万という感じでこう決定することができるようになっております。そしてそれをですね、この WGS の手法でですね、どんどん組み上げていって、そしてこの1本の長い配列まで持ち込むことができます。で、これがですね、この最近増えているこの2つの要因というのがございます。で先ほど申し上げたマシンパワーの問題ですね。最近はマシンパワーの性能が上がってきているので、そういう計算を早くできるようになっています。
でもう一つこの3あのどんどんこのゲノムクラスの、データが蓄積されていることによってこのリファレンスデータといわれるものが使用できるようになったんですね。でヒトゲノムが始まった時代はこう組み上げていくだけでこのデノボアセンブルって新規にこうアセンブルしていく方法しかなかったんですが、禁煙種のゲノムを使うことによってどこにその配列があるかっていうのを大体予測することができるようになります。でこのようなこのリファレンスゲノムを使用することができるようになりまして、この WGS データっていうのは増えてきています。でこれが実際の WGS データの例なんですけども、これたまたまちょっとこの WGS データでマレーシアのですね、人から採取されたヘリコバクターピロリ、胃がんの配列ですね、胃がん の, 原因菌だと言われているヘリコバクターピロリ の, WGS データです。で、こちらはですね、こちらにですね、このシーケンスのですね、ストラクチャードコメントというこのシーケンステクノロジーの情報を書くところがあるんですが、こちらを見ていただくとですね、イルミナの GA2X っていうこれを使って、シーケンスを行っています。で、200×の、配列データになっておりまして、アセンブルはベルベットを使用されているという、このやはり同じような感じでこの次世代シーケンサーを使ってこの1本に組み上げていく途中の WGS データになります。でこちらのデータについてですね、アクセション番号というのはこちら上側に示されております。でここたまたまというか今回例としていいのがないかなと思ってですね、私の名前が使われているデータっていうのを検索してみました。でこれが青のとなっているんですが、これは私わざと作ったのではなくて、このたまた実際に使われているデータになります。でこのようにこのゲノムクラス級のデータがどんどんこの増えてきている。さっきリファレンスゲノムも使用することができているというお話をしたんですが、さらにですね、アノテーション情報ですね、機能解析もどんどん進んでいく時代になっているんですね。でそのようにこの情報がどんどん蓄積されていくことでですね、どんどんこの機能解析っていうのもこの簡便化されていくというかですね、高速ようなことができるんです。で今こちら DDBJ ファストアノテーションサブミッションツール DFAST というのを紹介させていただきたいんですが、こちらについてはですね、DFAST というのは原核生物の自動アノテーションサービスです。でこの出力結果がですね、自動でこのアノテーションをしてくれるんですね。どこに CDS があるのか、そういうその登録データの知見に基づいて、出力してくれます。この配列データがどういう機能があるのかっていう機能推定をするには、その分かっているものと同じ配列が分かっている機能の部分とその自分の配列が同じ配列があれば、その部分っていうのは同じ機能があるだろうというように推定することができるわけなんですね。でそういう考え方に基づいてこの自動アノテーションサービスっていうのがございます。でこちらでこの配列データをこのまま入れていただくとですね、そのままアノテーションがついた形で登録して登録ファイルっていうのが作成されます。これ必要な登録者情報とか論文情報とかを入れていただくとですね、さっき申し上げたこの MSS という大きなデータを取り扱う登録口があるんですが、こちらの方に使うようなファイルが作成することができます。で次にですね、で先ほど申し上げたようにどんどんこの配列データというのは増えてきているよというお話をしたんですが、それでこのデータ総量ですね、これは3つのデータバンクの総量になります。 DDBJ、 そして EBI、 そして NCBI、 エンブルとジェンバンクって言われるんですがの総量になります。で、この、2018年、昨年の12月の時点でですね、17億塩基、そして 4.5 兆塩基まで、17億配列、そして 4.5 兆配列まで配列が伸びています。で、こちら左側がですね、ベース、そしてこちら側が、配列数になりまして、赤線の部分が配列数で、この青いバーが塩基数となっております。そして、3ヶ月ごとのデータの総量を示しております。
で、こちら、実際にですね、これだけ多くなっているんですが、先ほど WGS データが増えているよという話をしたんですが、このデータの中の大体7割から8割ぐらいが WGS データになっております。で、ここを見ていただきたいんですが、17年から18年にかけてここが急激に増加しているんですね。で、これなぜかと申しますとですね、私どもでは先ほどリリースデータというのを申し上げました。このリリースデータというのは公開しているデータセットを一つにまとめて、そしてそれをユーザーの皆さんに提供するこのデータセット群だというお話をしたんですが、その中に WGS データも取り込むようにしたんですね。そのためにここが急激に伸びております。で、このリリースデータを提供することでですね、二次データベースの方とかですね、商用データベースの方はそのデータを取っていって、いただいて、まあ、研究者の方もそうですけどもいただいて、それを使っていただくことが可能となっております。例えば植物だけのデータを取りたいなと思ったときは、PLN というファイルだけを取っていただくことで、植物のデータ群を一括して取っていくことができるんですね。そのようなリリースデータ、これ3ヶ月ごとのデータになっているんですが、となっております。で、このデータ検索についてご紹介をさせていただきます。この2つですね、このアクセッション番号による検索サービスではゲットエントリーというのがございます。そしてキーワードによる検索サービスではアルサというのがございまして、このゲットエントリーにつきましてはですね、論文等でこのアクセッション番号を見つけた場合、こちらでゲットエントリーの方でですね、検索をしていただくことで、このデータの内容を参照していただくことができます。で、キーワードによる検索サービスでは、この必要となる情報ですね、そちらを入れていただくことで確認が可能です。で、次にですね、拡充されたデータベースの紹介をさせていただきます。この次世代シーケンサーにより、このデータの受け入れのために、この新規データベースの開発と拡充というのを行ってきました。先ほど申し上げたヒトゲノムのプロジェクトというのは13年の歳月がかかっております。そして30億塩基ですね、配列を決定するのに13年かかっています。で、現在の次世代シーケンサーの能力ですとですね、イルミアのハイセック2500とか2000というのはですね、1解析で6000億塩基決定することができます。つまり1解析で大体30人分ぐらいですね、の配列データを1回で決定することができるような時代になっております。で、次に説明する箇所ですね。次に説明する箇所が、こちらになります。この次世代シーケンサーのこのイメージデータから波形データが取られて、そしてベースコーリングされた後に、ここにファストQになっているんですが、配列とクオリティの値ですね、配列クオリティの値、ファストQ、このこういうファストQのような配列データ、ローリーズのデータですね、を登録する DRA というデータベースがございます。そしてこちらは2008年から始まっておりまして、それに付随するこのプロジェクト情報を登録するバイオプロジェクトの情報、そしてサンプル情報を登録するバイオサンプルというデータベースがございます。そしてどんどんこの配列データというのが簡単に決められるようになってきて、人のゲノムというのも非常に決められの研究も進んでおります。で、そのヒトゲノムっていうのは非常にこのセキュリティの高いところで、個人情報保護法によって保護される情報となっております。そのためにこのアクセス制限のデータベースというのが新しく作られています。こちらは2013年からの運用になっているんですが、こちらのデータベースについて紹介をさせていただきます。これがですね、 DRA バイオプロジェクトバイオサンプルの連携図になります。この、DRA の、データというのが下側に示されておりまして、LAN 情報というこの配列ですね、配列に関する情報、そしてエクスペリメントと言われているこのライブラリーとかですね、シーケンスのプラットフォーム、シーケンサーのプラットフォームですね、を登録する情報ですね、
登録する情報、こちらによって、こちらが DRA のデータベース、それに連携する形でですね、必ずこのバイオプロジェクトというのを登録していただくことになります。こちらについてはプロジェクトですね、どのようなゲノム、そういうプロジェクトで行われているのかっていう情報を登録していただくデータベースです。そして、その配列に由来するサンプルですね、に由来するこの情報を、詳細に記載していただくデータベースというのがバイオサンプルというのがございます。で、今までですね、この先ほど申し上げたように、この配列、そして、その登録者情報や生物情報というのは一つのデータとして公開をしていたんですけども、そのような情報というのはこの次世代シーケンサー型の、データベースでは配列のデータベースやバイオプロジェクト、プロジェクトのデータ、そして生物学的なサンプルのデータというように別々のデータベースとして管理されるようになっております。そしてそれぞれのデータベースで情報が連携するというような形をとっております。でこちらがですね、この、DDBJ シーケンスリードアーカイブ DRA のこのデータの紹介になるんですけども、出力データですね、 NGS 次世代シーケンサーからの出力データとアライメントデータのデータベースとなっていまして、 DRA の32番というのを実際にこの DRA サーチというデータ、検索サーチがあるんですが、そちらで検索したデータになります。で、こちらで、このナビゲーションというところからですね、エクスペリメントというところを見ていただくとですね、その配列に関するこの実験情報ですねを見ていただくことができます。でこちらはマウス由来のですね、cDNA でエンブリオの7 day っていうのが書いてあると思うんですが、こちらの情報を取ることができます。そして卵情報の方からですね、この配列データですね、配列に関する情報というのを取得することが、確認することができます。で次にですね、バイオプロジェクトに関連するデータをまとめたプロジェクトデータベースになります。でこちらはプロジェクトの概要ですね、こちら登録する際に入れていただくことになるんですが、いう詳細な情報が記述されております。こちらはすみません、 NCBI の方からですね、参照さ、取ったデータを取っております。で生物情報、そして論文情報、そしてそれに関連する NCBI から見ていただくと、その関連配列情報というのを取得することができるんですが、こういうプロジェクトに関する情報というのを登録していただくことになります。でこちらのデータはですね、ギボウシムシという干潟にいるゴカイとかそういうものの仲間なんですが、それの、バイオプロジェクトをですね、ホールゲノムショットガンで決めますよというこのプロジェクト、研究プロジェクトになります。で次がですね、同じようにですね、この生物学的なサンプルの情報周知管理するデータベースになっておりまして、生物情報、これもですね、同じ先ほど申し上げたギボウシムシの仲間なんですけど、そしてそれに関連するこのサンプル属性というのを入れていただくことになります。でこれがアトリビュートというんですけども、このどういうところでそのサンプルが取られていたのかという、そしてそのサンプルの情報ですね、詳しい情報、それを入力していただく情報になります。で実際にこの、データの登録の流れについてご紹介をしたいんですけども、DRA のデータの登録についてはですね、まずこの D-WAY っていうシステムを使用していただいて、登録のアカウントを作成していただきます。そしてデータのファイルをアップロードしていただいて、そしてバイオプロジェクト、バイオサンプルの情報を登録していただきます。そしてさらにこのエクスペリメントとランの情報ですね、この特定のサンプルからこうしたライブラリーの情報ですね、でアライメントのシーケンスデータをラン情報として登録をしていただいて、そして検証作業が済んで問題なかったらアクセション番号発行という流れになっております。で DRA 自体もですね、非常にこう増加がしておりましてですね、この2009年から のデータなんですけども、これ縦軸がファイルサイズでテラバイトで示されております。そして、下側がですね、こう年度で、下側の青いのが、SRA のファイルサイズ、そして上側がファスト Q の、テラファイルサイズになっています。
で2018年の時点で、SRA が 2.8PB、ファスト Q が 1.1PB で、合計が 3.9PB になっております。そして、2017年からですね、それほどこの増加していないように見えるんですけども、これこちらに記述しているんですが、この SRA 次世代型のシーケンサーの登録っていうのが非常にこう急激に増加しておりましてですね、これ3局 の、 合計数なんですけども、データが私ども の、 このディスク容量というのが逼迫しまして、その他のデータバンクから公開しているデータの停止をして公開というのを一時的に停止しております。で次期スパコン移行後にですね再開予定となっております。でこの次にですね NGS のデータの検索ツールについてご紹介してさせていただきます。この DBCLS と の、 このコラボレーションによってですね、このライフサイエンス統合データベースセンターと の、 コラボレーションによって新しい検索サービス DDBJ サーチというのが開発されました。でこの DRA バイオプロジェクトバイオサンプルというのを連携して検索可能となっております。でこちらのツールにつきましては近日中に公開予定となっております。で今までですね次世代型のシーケンサーに関連するデータについてご紹介していただいたさせていただいたんですが、次はですね JGA と言われるデータベースについてご紹介いたします。この JGA っていうのはですねジャパニーズジノタイプフェノタイプアーカイブと言われるもので、この利用制限が必要な人由来のですねデータベースになります。この個人レベルの遺伝学的なデータと匿名された表現系の情報を保存し提供するアクセス制限型のデータベースになっております。今までのデータベースっていうのは誰でも利用することが可能でした。しかしJGA についてはですねアクセス制限登録に関しても利用するに関してもその決められた人しか許可を得た人しかすることができません。そして、これはですねデータ収集された個人との間にこの同意が基づく協定というのが必要でして、そしてデータの利用についてはですね特定の研究目的に制限されています。そして非常にこのセキュリティの高い場所でデータが保存されておりまして、管理格納提供を私どもで行っております。で JGA というのはですね JST や NBDC の人データ共有ガイドラインに準拠しておりまして、審査承認されたデータだけをですね受け付けております。でその、JGA のデータベースについて示したのが模式図がこちらになります。このまず登録者の方ですね、登録者の方はまず、この NBDC の方に登録申請を行っていただいて、そして、それで、許可を得た人のみが、このセキュアエリアと書いてあるんですけども、この DDBJ 側 の、 スパコンですね、スパコンの方にファイルをアップロードしていただきます。そして、そこでデータの内容が確認されて、それぞれの ID が発行されます。同じように利用者の方もですね、このデータの利用申請というのを NBDC に行っていただいて、そしてそれが利用申請の許可を得た人のみがそのデータを参照することができるようになっています。で2019年にこの NBDC の申請ですね、これ1回申請をしてデータをファイル送るという二度手間が発生していたんですが、これがですね2019年にですね、NBDC の申請そして JGA の登録利用システムというのを統合化される予定だということです。で次にこの JGA の登録数についてご紹介いたします。これ2015年から2018年までなんですが、青が、サンプル数、そして赤が、ファイルサイズになっています。で、縦軸がファイルサイズですね。で2017年を見ていただくと、19万サンプルの登録があって、テラサイズで見ファイルサイズで見ると59テラバイト。で2018年については、4万3000 の、 サンプル数の登録で、142テラバイトですね。の非常にこの多くのデータのファイルというのが JGA でも増えているという状況です。
で最後にですね、この国立電学研究所のスーパーコンピュータシステムについてご紹介させていただきます。このスーパーコンピュータシステム、もちろん私どもはデータベースを運用していますので、こちらこれ現在のこれあのスパコンの運用図なんですけど、であのデータベース上で運用しています。で、レンタル費用としてはですね、年間7億円かかっておりまして、この計算用のストレージ、先ほどデータが逼迫してしまっているというお話をしたかと思うんですが、データのストレージではあの計算用で3ペタバイト、そしてデータベース用 の, あの大容量のストレージとして30ペタバイトというのをあの増強しております。で今年の3月からですね、このスパコンがあの稼働する予定で、新しいスパコンが稼働予定でいます。でこのスパコンのサービスなんですけども、この利用あのデータベースの運用だけではなくてですね、この利用申請をしていただくことで、日本国内の研究者なら基本的に無料で使用していただくことが可能です。でこの一般ユーザーが可能なスクリプトとしては、あのこの Ruby とか Python、 そして、Perl ですね。で解析関連のツールとしては、あのブラストとかあの、クラスタル W、 そして、NGS でいくとあのベルベットとかのアセンブラーですね。それからビューアーの、IGV ですね、インテグレーティブゲノムビューアーとかがあの利用することが可能です。でこの大規模なユーザー向けというので有償サービスというのがございます。30テラバイト以上です、ね、の使用される大規模な人向けにです、ね、あの方向けに、この有償で あのお金が必要となるサービスですが、そのようなサービスというのも展開しております。さらにです、ね、個人ゲノム、解析環境というのも用意しております。でこの大規模化複雑化するこの個人ゲノムのデータを解析をサポートするためにですね、18年昨年の9月3日からですね、この遺伝研のスパコンとは別にですね、サービスとは別にこのセキュリティを高めた個人ゲノムの解析環境というのを提供しております。でこちらの個人ゲノム解析環境自体はですね、このスパコン の, あの規模があの維持するためにですね、セキュリティの高いところで運営するために、維持するためにあの優勝サービスとなっております。で、最後のスライドでございます。この DDBJ センターの使命というのは、この生命情報の共有、そして解析基盤であるこの一次データベースですね、の一次データベースとスパコンを整備することです。でこちらにこの5つあのこのあの私どもの使命というのをあの書き出しました。このデータベースの構築と開発、この新しいあの生命技術の技術が発達し、そして C 型のシーケンサー、新しい技術のシーケンサーが出てくることで、新しいデータベースをどんどん構築していく必要があります。そしてゲノムクラスのデータがどんどん増えていくために、それに耐えるだけのデータをとあの登録していかなければなりません。そしてさらにそれがデータがあの研究が進むことによって、そのデータが更新されていきます。そのためにそのデータをどんどん更新していくという、このデータベースの構築維持というのと開発というのが私どもの使命です。で2番目としてデータの公開ですね。その登録されたデータを、公開する必要がございます。で定期リリースとしてこのデータ の, あのデータセットとして公開、ゲットエントリー、アルサ、DRA サーチ、ブラスト等ですね、そのような検索サービスで、公開を行う、検索サービスを展開していくのが私どもの使命です。そして、その新しい技術 の, この進歩やシーケンサーのこの技術進歩で、この国際協力を進む国際協力、ジェンバンク、NCBI、そして ENA、EBI とともにですね、一緒にこの国際協力をして、そのデータベースをあのこの運用方針というのを決めていく必要があります。さらに、他のデータバンクから公開されたデータを公開して、そして日本から登録されたデータを他のデータバンクから公開していただく必要があるというような、この国際協力をどんどん進めていきます。でそして4番目が他の機関との連携です。
日本特許庁、そして韓国の特許庁、この韓国の特許庁のデータっていうのは、韓国 の、 あのバイオニューマティクスの研究所のコービックというあの研究機関から送られてくるんですが、そのような機関ですね、それから NBDC、そして DBCLS、あの 連携して新しい検索サービスの DDBJ サーチというのがもうすぐリリースされますが、このような他の機関との連携をして、そしてそのこの生命情報の基盤を作っていくのが私どもの使命です。そしてそのデータベースの運用をしていくためには、スーパーコンピュータシステムというのが欠かせない技術あのものになります。そのためのこのスパコンの維持、そして新しいあの解析環境を提供するこのサービス提供ですね、それにつきましてもこの私どもの使命となっています。でこの DDBJ センターっていうのは、今後もですね、この生命科学の発展とともに、この情報基盤のですね、この整備事業って私ども呼ぶんですが、あのこの整備事業っていうのを進めていきます。説明は以上になります。